久保さん、今回、滅びるにしましょうか。滅,滅ぼす、滅びる、滅亡。はいまあ、確かにね、このやりとりしてる間に、誰,誰かしら死んでいくでしょうね。うちの親も、さすがに30年生きれんのかな。30年は生きたら100歳ですね。今、7、今、68か9ぐらいだと思うんで、あと30年生きて100歳ですね。 親父死ぬなまあ、久保さんの親の方が早いかもしれないですね。まあ、久保さんの親は100歳以上生きそうかもしれないですね。どうなんだろうな。うん、まあまあ、消えてきますね。まあ、これはまあしょうがないですね。うん。そうまあ、最近思うのが、その、まあ、どっちにしろ、まあ、 滅びるわけなんですよ自分という人間も、まあ身内も全員。うん。でやっぱ最終的に最終的にやっぱね生きてる間に、まあ、何したのかっていうことしかないのかなと思いますね。生きてる間に何したのかっていう。それ以外なんかあります生きてる間に何,かする何をしてきたのかっていう。それしか ないですよねうんなんかねやっぱ考えることが多くなりましたね昔はやっぱその会社で働いてる時はやっぱここまでは、まあ、か最近その思想とか哲学にすごくあのなんだ興味があるというか興味というかまあそういう話をね本とか話を聞くんですけど哲学っていう、まあ、やっぱ暇になったというか 暇になりましたね。<laughs> なんかあの、朝起きて会社に行かなくていいっていう <laughs>、会社に行かなくてもいいんだけど、朝起きたら、まあ、久保さんの動画をチェックして、出勤時間0秒ですよね、ボタンを押して、まあ、出勤、YouTube に出勤するんだけど。 うん、まあとりあえず昔に比べると本当に暇ですから時間もあるんでなんか考えますよねいろいろと、うんまあ、最近はねやっぱねまたネットフリックス結構見て映画見たりとかするんですけど昔なんか映画見れる時間長かったですからねてか映画なんか全く見てなかったですからねそう映画見る なんてありえないですね会社に泊まってて映画見るとかうーんなんか,か最近なんかもう6時ぐらいになってからもう映画見るみたいな最近はもう朝やること終わらしちゃってまあもう夕方ぐらいにやったらもう映画見ながら寝るとか映画見て寝るっていうなんかそれがルーティーンというかうんまあ寝るのも早くなりましたし うんまあ何やったのかっていうなんか、まあ、会社で働くっていうことも何かやってるっていうことになるんだけども、まあ、それが自分のなんか意思でね今日もよし行くぞい今日も働けるみたいななんか自分の意思で多分働いてる人って少ないんじゃないかなと思うんですよねなんか行かないといけないみたいなねうーん。 多分生きるか生き,生きるっていうのも自分の意思だと思うんですけどその意思にそぐわないことを結構まあ人生においてねまあそのやりたくないことをやるっていうこともまあ一つ大事なことだとは思いますけどもあまりにもそれが長すぎるとうーんきついんじゃないかなと思いますねうんだから僕はまあマニアマニア30代でまあこういう生活ができてよかったなと思いますし 逆にその考えることが非常に多くなってきたんで、うーん、そう、今度ね、堀江さん、そう、立花さんがね、なんか出れなくなったらしくて、なんか今日の朝来てたんですけど、で、なんか質疑応答が増えまして、質疑応答時間が、堀江さん単独になって質疑応答できるみたいなんで、もう,もう一番最初に手あげ、あ、手あげようかなと思って。 堀江さんなんて答えるのが、堀江さん人生,人生とは何ですかと、一言で表すと、堀江さんは何て言いますかみたいな、それを僕は質問したいんですよね。高橋がなりはね、確認って言ったんですけど、がなりは確認かなみたいな。確認できる人生がいいんじゃないかなみたいな。堀江さん、なんて答えるんですかね、人生とは。人生とは、堀江はどういう言葉で、こうね、今は、 この「このレザーレクション」は一文字でこうやってますけど堀江さん一言で人生を表すそうん,んていう言葉を選ぶのかすごく楽しみなんですけどね <laughs> 堀江さんってまあ相当やってるじゃないですか多分久保さんと僕の何十倍も多分いろんな経験してるしもう相当いろんなことやってるんでそんないろんなことやりまくってきた人がだってね刑務所にもね 12、ね、年でしたっけ、ね、ちょっとね、久保さんは、ね、そんな何年もいない方、そ,そのなんだ、多分その取締り,りだったと思うんですけど、本当は刑務所に入ってないですよね、久保さん、多分留置所か、久保さんは、多分だから、その、どういうこと言うのかなって、それだけがちょっとワクワクしてますね。うん。あのクラスは何を選ぶのかなっていう。 なんかいっぱいい,い,いっぱいいろんなことをやってきた人の一言ってなんか要は展開ができるようになったっていうねその、うん、なんかその重み一言の重みというかその一言なぜその一言に行き着いたのかっていうのを考察するというか展開していくっていうのができるようになってきたんで。 逆にその一言でいいっていうかああだこうだからくあの僕は堀江さんのどあのなんかあの成功するため何が必要かっていう一言でしつこいっていうのが好きなんですけど多分一般の人が成功するためにしつこいっていうしつこさだよって聞いても あんまり横展開できないんじゃないかなっていう、ピンとこないんじゃないかなと思うんですよ。成功するために何が必要ですかまあ、しつこい、しつこいんだよ。しつこさだよ。みたいなね。いや、そういうのじゃないよ、みたいなね。なんかみんな多分、なんか、その、展開できないと思うんですけど、僕はなんか、僕もまあ、堀江さんほど全然やってないですけど、すごいわかるし、まあ、少なくともこの億万長者合宿もしつこいですねどう考えてもしつこいですね。 どう考えてもこのシリーズしつこいんでん、まあ、楽しみですね、日曜日。はいいっってらっしゃい